東洋では、すごく珍重される石なんですよね。向こうではエメラルドだったんでしょうけど、東洋では翡翠なんですけど、今さっき私がクリソプレイズって言ったよね。はい、クリソプレイズ、クリソプレイズはメノーです。メノー。メノー。で、そうね、カメオで言ったらメノーカメオ、ストーンカメオと、そのシェルカメオって言ったら、貝とさ、メノーやけ、メノーの方が、まあ、高く売買されるんですけど、いわゆるクリソプレイズか翡翠かって言われたら、翡翠の方が上なんですよ。はい、で、翡翠ってさ、それこそ、カワセミ。うん。カワセミの、こう、この辺のこう色というか、なんでしょうけど、でもね、いろんな色があるじゃん、翡翠って実は。うん。翡翠って言ったら緑、この緑色。なんかマガタマみたいな。うん、そう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 、この夢、濃くね。ということで、結構昔からある感じがするよね。はい、それで、それこそほら、東洋の手法、ね、翡翠展なんつって、こうしてこう、あったりしたら、もう、まあ、見に行ったりするんですけど、要は、その、透過性、光を下から刺した時に、もやもやもやって、これを繊維状組織と言います。これが、全然ないんですよ、クリソプレイズだったら。ただ、ボーンって、ただそのまま来ます。なので、意外と見分けやすいです。それでさ、でも、これぐらい綺麗やない？これぐらい綺麗やけん、ちょっと疑わないかんたい。染めであること。ね。ああ、染め、うん。染めで、染めやったら、染めじゃないかどうかを確認するのに、じゃあどうしたらいいかってことだ。これで。で、その時にね、今度は、こうするわけ。こういうこと。今度はやっぱエメラルドカラーフィルター、ちょっとこっち持ってきてくれる？エメラルドカラーフィルターで、こうやって、こうやって見ると。そしたらこれでさ、赤くなったら染めないけど、赤くなってないよ。赤くなったら染める。うんうん。四つ目、染めてやると、何か。でも全然変わりません。変わりません。はい。あ、ほんとだ。うん。とか、あとは、そうね。赤です。うん、そう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 。でも、あとはさ、ね。樹脂岩紙。色を染めてある可能性もあるけど、たまたまこれが出なかっただけやけん、これ以上は、この店先では調べようがないって。だけど、それこそこれはソーティングを取ります。うん。っていうので、ソーティングを取りに行ってもらうのに勉強になるけんね。ほら、どうせ、修理行かないかんのがあるやねん。その日に、場所を教えますから、これは、その、鑑別機関に持ってってもらいます。わかりました。OK。で、鑑別機関にあって、あ、この本は自分が持っとくのにいいなと思って買ってきたりとか、なんか自分が、その、うんぬんっていうことで、とかいうのは、全然構いませんので、で、そこにルーペとかも売ってますから、後々、マイルーペとかを買いたいなとか思うときは、そこが専門店で、そこ、売り押しやけ、そこに。で、だから、餅は餅屋に聞けということで、鑑別機関で仲良くなるとかいうのもいい方法ですよ。顔になるとかいうのも。うん。というのも大事なこと。だけど、なんでそんな勝手にことするかとかいうことはありません。で、ありません。カラーフィルターでした。そう、カラーフィルターです。で、赤くなったりがあるの。赤くなってると染めてる。染め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 。だけど、もう、要するに、評価しちゃいけないってことなんですけど、これぐらいの大きさだと、はっきり言って、評価は大して出ません。はっきり言ってね。だけど、翡翠って出さないからね、売り場に。ね。なので、ちょっとね。売り場に、でも、翡翠じゃないって僕説明しましたけど。ごめん、まさか、まさかさ、だからさ、これ、いや、私パッと見てからさ、これもう、ごめんね。だけど、今度から下から光を通して、うん、だけど、翡翠ですから、翡翠です。ただしさ、これって軽い作りと思うわ。14金なんだよ。いや、しかも、うん、で、しかもこの薄いやつね。うん、だけど、ちょっと、でもこれ、だけど、うん。まあでもちょっとソーティング出そうか。ね。ソーティング取ろうかね。うん、本当は、だから枠とかを変えたいぐらいよね。てか枠が良かったら評価を高くするみたいな話だったけどね、これね。うん、まあでもこれ翡翠です。翡翠の、間違いなく翡翠です。はい、で、翡翠の上等な表現としては、はい、ほら、ルビーはないんだ。ルビーは、あとはスズメの血、はいはい、ピジョンブラ、うん、ブラックじゃない、ピジョンブラッド、ブラッド、血やけね、うん、じゃああれはサファイア、サファイア、サファイアストロング、ストロングブルー、違う、
ヤグルマソウナオって。ああ、そうか。コーンフラワーブルーね。ヤグルマソウナオ。で、これは、老漢色って言います。老漢色。老漢。翡翠老漢とかでひらがなで聞いてもらったら漢字もちゃんと出てくる。老漢色。っていう色が老漢、ね。インクブルーだダメ。インクブルーダメ。サファイアのインクブルーダメ。ヤグルマソウナオ。コーンフラワーブルー。コーンフラワー、ヤグルマ、うん、コーンフラワーブルー、コーンフラワーブルー、ブルー、うん、っていうその表現があります。で、今、サファイアの話しましたから、ちょっとついでに言っておきますよ。またついでで大変やけどね。パパラチアサファイア、パパラ。パパラチアサファイア。うん、これは、オレンジ、対等ピンク色って言って、オレンジがかったピンク。オレンジがかったピンクなんですよ、実物はね。うん。それで、それは、これは、サンスクリット語で、ハスの花のようなって意味です。ハスの花のような。うん。パパラチアサファイア。対等ピンク色。表現としては、この辺。まだいくつか出てきますけどね。そういうのが、一般的な。宝石を知ってて、勉強してたら、誰でも結構知ってるような話なので、知っておくといいと思います。サファイアですね。サファイア。パパラチアサファイア。パパラチアサファイア。で、今、こういうふうに言葉が出てきたら、パパラチアサファイアとかを引いとったらいいよ。うん。で、1日で1個ぐらいにしておきじゃないと、いっぱいしたらね、もうごっちゃごちゃになるじゃん。ね。すでにごちゃごちゃです。意外とじゃなくて、予想を反せず。そうそうよね。出てきたとき出てきたとき教えると思う。でも今日たまたまやって、だけ、もう一回パパラチアサファイア。パパラチアサファイア、はい、対等ピンク色。うん。等って大々という字。つまり、対っていうのは帯ね。だけ、大々色を帯びたピンクって意味。対等ピンク色。その帯っていうのはその帯状に入ってる。あれとはまた違う。帯びたっていうのは、その要するに、なんて言ったらいいとか。ピンク、オレンジがかったピンクっていう意味です。うん。対等ピンク。色って言い方をしますけど、オレンジがかったピンクのこと。だけど、真っピンクじゃなくて、うん、なんかちょっとオレンジを感じさせるピンク。対等色って言うんですかね。対等ピンク色。というふうに出てくるよ、これに。パパラチアサファイア引いたら。だけど、この先生がそういうふうに表現してるじゃん。ああ、うん。で、ハスの花のようなサンスクリット語で。書いたよ。パパラチャ、うん。パパラチャサファイアば引いたら出てくるけどね。今言うような本で調べても出てくるところやけど。とにかく。書いとったらですね。まあまあ、そうね。覚えるね。そう、確かにそうする。そうなんよ。そうなんよ。一回知ったらさ、次読んで、ああ、三回も自分で調べ直して、ああっていうのがあるけどね。はい。そう。そういうことする。それで、これは、とにかく、ペンライトは、ね、これ、こういうの、カボションカットって言うんでしょ。カボションやろ、はい、カボションは、とにかく、パッと見て、上から照らしてみる。下からも照らしてみる。だけど、もうこれやったら下から もう開くっていうことよ。うん。それと、カラーフィルターで、赤くならないかどうかを見る。で、これはね、缶が入るって言い方があるんですけど、これはダメなことなんですよ。つまり、落とすやろ。ひびが入っておくことを言います。考えとよって言うね。考えとよって。評価できません。だって、亀裂が入っとるってことはいつか割れるもんね。ってことの、もう、とにかく落下させるっていうのが一番ダメです。もう何をしちゃいけないかって。石は落下しちゃダメ、させたらダメです。もう落とし出したらもう、自分の方が攻めだって拾わないかって。それを。というか、もう、その、手で遊ばんで、こうし、やっぱこう、落ち着いて、だけど宝石触るときは落ち着いて。って感じですね。缶って言うじゃないですか。あ、缶が入る。翡翠缶とかで調べないかんね。ごめん。その缶はわからん。入っとっていいのは赤符よ。ね。赤符ってどこで出てきた？あれっす。オッパー。缶が入っとってのはいい。缶が入っていいのは、入っとっていいのは赤符。缶、これは缶は入っとっていいか。ということで。ちょこっと感じたけどね。少しね。これね。なんか、ちょっと線が入った。落とし直しようかもしれない。ちょっと待ってみせる。
いや、まだ、いっぱいあります、缶が。缶よ、缶。缶がってだ、どうして缶がとか。いや、缶が入るで。缶術語で入れたら、それがあるかなと。いや、そんな言葉ではなかなか、うん、これ、業界用語ですから。いや、缶は入ってません。入ってません、入ってません。はい。ということで、このもやもやもやって、この、なんか、藻がね、はい、特徴です、これ。私、さっき、いえ、これは、クリス・プレンセスの強い嘘ばっかしで、ごめんごめん。ということで、比較的わかりやすい。あ、パールの本も、あの、偽物もわかりやすかろ？うん、どこ口ですると。口は、歯です。それはどうなるんですか？ザラザラするよ。ザラザラする？うん、ザラザラする。お客さんの前で歯でガリガリするわけいかんやろ。なんかちょっとして、でもじゃあ、一個しかないときってどうするか。やっぱね、それは、やっぱりルーペで見たら組織が全然違うわけ。うん。で、今ちょうどあるやない。で、あれね、実は、そこに串をわざわざ今日、競り落としてきたのは、それ一応プラスチックってことで出とってたけど、全部で1000円だよ。うん、で、上に本物があるもんね。だけど本物に偽物は見比べろうと思って、で、いや、ほら、プラスチックでもさ、全部で1000円やったらさ、こう、買って、バラバラにしたら買ってくれる人おると思わん。そう、ね。それはそれで。ね。だけど、うん。でも、私それ多分調べたら、本物入っとっじゃないかなと思うと、実は。うん。だけど、市場で買ってくるのは、高いのじゃなくて、こうやって、みんなが見向きもせんかったやつで、お宝探ししてます。実は。うん。それこそ、目利き量のように気づきますね。いや、だけん、答えはね、一つじゃないわけよ。それと、みんなが同じもん追っかけたり関係、うん。みんなと同じもん追っかけないみたいな感じのとこあります。で、一番の出来高は、そういうこと、現物、小石さんが出品の用意しようとき、ちょっとは見とった。何も見て。いや、ちょこちょこ見る。あ、見よった。ああ、そしたら、何がいくらでいけるとか、これ見たら勉強になるよ。少しは。これ今日、出来たか書きましたか？こうやって。これが赤が出来たかです。したら、ちょっとつかめ。今、こんな金額でいけるってね。ね？どう？うん。悪くないやろ。で、あ、ものすごく安いやつがあったりするやん。で、こんなの要注意なんや。GTA、うん、いやだけんさ、市場ってちゃんと正当な評価してくれるじゃん。いやだけんね、私たち結構ギチギチ査定して、で、ほんとそう、そんな感じの世界なんですよ。うん、でも結構そう、なんかですね、適正だから。ちゃんと評価しんしゃやろうが。で、買ってこい、要するに、店に品揃えがいいようにと思って、例えば、まあ、市場から無理して引っ張ってくる、もしくは業者から仕入れるやない。で、売れんかった時、市場に戻したら悲惨です。うん。だけど、ものすごく下回ったやつならそれです。あれ、時計これ日本だけしか出さなかった？いや、多分その後があると思いますよ。いや、東京日本じゃない。そこの一番上から下、上から10番目まで全部時計よ。どうしとった、どうしとった。っていうか、まあ、そうか。まだ自分が準備してないけどね。これ、一番いかんでも、コシさんは準備しておけん。その出来高見たら、相場感つくんよ、そこそこ。うん。だけど、いかんとわからんのもあるやね。ね。だけん。小石さんにもなるべく時間作って市場に行ってもらったりとかも、今までもしようたっちゃうけどね。ほんとだ。ほんとだ。だけど、うちの売り場がいかに小売り安く売りようかって分かるやろ。だけど、ただお金に換え、換金目的だけというか、ただ出来高だけというか、手っ取り早いのはもう市場と業者に出したらもう話早いとよ。はい。どれこれと。で、ね、振動のはね、これだけ。あ、で、これも振動、はっきり言って。これもう古い。うん。これも一番やないかな。私、それは行きそうと思うけどね。これと、そうそうそう。でも、それさ、あれが悪かろう？この枠が面白くなかろう？だけ一番行きかなって気はする。うん。
そんな感じ。そっちの二つは行きとよ。これはいいですよね。そうそう。行きと行きと。うん、行きと行きと。これはよくわからないです。一番行きかな、最終的にはね。まあ、一応出しておいて、うん。こうですね。いいですね。で、今日もね、あ、いいなと思ったやつは、ちゃんとね、ない、くっちゃん。あの、ジガネ、こう、ジガネとプラスアルファで検算したら、サブ6までやねと思ったら、やっぱ4万って言われたら、それ以上はやっぱ売る力は出ないけど、ああ、そうよね、5万って言えよね。全部いいですね、はい。ということで、今日は翡翠でした。ありがとうございました。はい。翡翠のあの、もやもやもやは何上素子でしたか？も。それはあったら勝手に。繊維状素子。繊維状素子、うん、繊維状素子。もって感じ。いや、もみたいなね。いや、それは勝手に自分、造語です、それは。それは峰口の造語です。繊維状？繊維状素子。石鹸カスインクルージョンって何やった？繊維状。うん、繊維状素子。ね。石鹸カス。石鹸カスインクルージョンは、うん、どこで出てきた？出てきましたね。ね。なんでそんな名前つけるってことなんですか？そうです、そうです。今日の一心でありましたよ。エメラルド。違う。あたり今の顔取りたかった！もう一遍してやろ。全然違うっていう感じです。あれは酸素インクルージョンやろ、もう。あ、そうですね。酸素。コロンビアさんのいい石に見られるインクルージョンの特徴だと。ね、今日はインクルージョンの話だけしようって言った日にしたっちゃけど、その時についでに、そんな名前があるとよーって言って、ほら、シルクインクルージョンとか。シルクインクルージョン。ね、あの、はい、要するに、星が見える時の穴をね、はい、そう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 、あれの集まりでなってるんだとか、形成されてるんだとか、言ったよね。その時に石鹸カスインクルージョンっていうのもついでにあるよと。シャトヤンシーがチューブインクルージョン。ああ、そうそうそう、あ、それ偉い覚えとんね。いや、それなんか印象に残ってます。どういうことほら、紫の石。今日あったよ。アメシスト。そう！いいの、頑張りようやん。まあでもとりあえず、どれが生きとう振動は美的センスはもともともっと、もうもっとんしゃけん。あの、話は早いよ。ね。大丈夫やろ？石鹸化水。いや、覚えてたろ。それは覚え、だって、そんなのお客さんに言ったらさ、売れるもんも売れんのなるやん。ボケサンゴとかさ、石鹸カスインクルージョンとかボケサンゴは言わんでいいよ。それと、あの、それと、あとさ、あの、プチネックレス。プチネックレス。うん、あの、要するに、こう、はい、下がる、だよね。それのことをブラって言ったりするっちゃ。ブラ。ブラって言うと。ブラ下がるけん、ブラって言うと。でも、女性の前でブラって言われたら、はって若い女性とか嫌よね。だけ、あの、ブラっていう言葉はありますけど、使わない。うん。あの、あとは、例えば、中国のピンとかを、シナキンって言ったりするやん。はい。ね、そしたら、シナキン。うん。シナ料理のシナ、うん。そこまでは言っちゃうけど、チャンキンとか言ったりするって、チョンキンとかチャンキンとか。それはちょっとやめた方がいいね。うん。そんなが差別用語。差別用語よ。ダメよ。でもさ、チョンガってよう言うと思う。ありますね。チョンガとか、チョングツとか。チョンガって、あの、ほら、差別用語っぽく言わんと思うんでも。まだあいつチョンガらしいよって。独身の男のチョンガね。言うもんな。別に差別用語で使わんよね。なんか俺の髪か。だけど、まぁ、ちょっと差別用語っぽく使いよらんけど、一歩間違ったら、うん。ね。だけど日本人がジャップって言われるのと一緒って感じよ。ね、でもさ、ダッチもさ、ダッチもあの、ほら、何ちょっと差別的な用語って言うけど、ダッチコーヒーとかさ、あ、差別用語じゃないやん、別に。ね、うん。まあ、なんか、時と場合とか、なんか使うあれを聞いてみたいな、ね。考えて言わないからね。だけど、うん、要するに、使うで、不適切か不適切かっていう言葉のセンスが大事よね。うん。あんまり時間が経っておけん、こうあれかもしれんね。ひょっとしたら。あ、よかったよかったよかった。いや、それがね、あんまり時間経っとったら、また一から連絡してくださいって言い出すっちゃう。それ。そうなんですね。うんうんうん。だけ、査定とかが時間かかりそうやったら、ちょっとお待ちくださいって言って、それはこんな状態にした方がいいよ。ということで、とりあえず今日は、うん、あの、翡翠ね。だけ、老感色っていう言葉を覚えた方がいいです。老感色。うん、あの、要するに、美しい言葉。一番いい。ね。そうですね、そうですね。で、翡翠っていう字は、あの、カワセミっていう字です。そうです。
川蝉。私あの、全然、川蝉で思い出すっちゃけど、あの、温宿川蝉って言ってから、あの、時代劇があるやない。うん、私あれ吸い取っちゃうんだよ。知らん。言わない。あ、ほんと、うん、私あれ好き。あの曲好き。あの、エンディングに使われた曲。うん。知らん。だ、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 ね、鳥の色とか結構使ってあるやつ多いじゃないですか。うん。いや、ウグイス色とか。いや、それで、カワセミ色って言ったら、本当はここのところが赤いっちゃう。うん、だけど、カワセミ色って言うと、カワセミ色って言われたら、あの、緑色じゃないよ。まあまあ、ですよね。うん、そう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 。そう。そうですよ。はい。うん、いや、でも、翡翠はそれだけいっぱい色があるっちゃう。翡翠自体に。白い翡翠もあれば。あ、だってね、前後に、八景なお磨くべしっていう言葉があるって。八景なお磨く。うん。この八景。白い翡翠のことを言っちゃう。うん。だけ、翡翠って玉やん？もう、その、はい、黙っとっても宝石やない。でもそれをなお磨けって言うわけ。っていうぐらい磨き、自分のその技とか、その、いわゆる自分の生き方を磨けっていう言葉なんよ。八景なお磨くべし。何この100円。それ話聞きよう。これお客さんに渡らないなと思って。うん。とりあえず、あ、いや、翡翠の話だけど、翡翠の話も今膨らましをたちけどね。うん。見てくださいよ、これ。あった B 型やろ。うん、あまりやる、ね。あ、これは、シュッシュッとして。あ、いいです。もう自分で買います。この頃ひどいっちゃうね。それ B 型に対する差別ですよね。なんそんなんありますか、ね、いや、ない。いや、だけ人が話し踊り、自分の話を持っていくところが B 型やろ。